皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は習慣によって作られるマインドという話をしたいと思っています。セミナー案内ですね、なんかビジネスセミナーの案内の DM が届いていて、ちょっと見てたんですけども、なんかやっぱね、そのなんだろうね、チラシだからしょうがないっていうのもあるのかもしれないけども、やっぱすぐに使えるっていうような感じを、全面的に打ち出したものばっかりで、世の中のビジネスっていうのはこう歪んでいるなと思うわけでございます。で、スキルアップしましょうと、スキルアップするという時に、なんていうのかな、2つに分けるべきだと僕は思っていて、いわゆるその機械的なものとか、その温度のあるね、人間的な温度のあるコミュニケーションを返さないもの、スキルであれば、全然セミナーを受ければポンと身につくっていうふうに僕は思うんですね。例えば簿記を、ができるようになるとか、プログラミングができるようになるみたいなことっていうのは、別に対人の話ではないので、そのルールをしっかりと、そのシステムにね、乗っ取ったルールで実行できれば、そのスキルを、発動できているということになると思うんですけども、人間的なコミュニケーションを、関する人間的なスキル、いわゆるヒューマンスキルと呼ばれるものですよね。っていうのは確かに、原則としてね、抑えておかなければいけない基本的なスキルみたいなものとかあったりすると思うんですけども、その手前にですね、必ずねマインドっていうのがあると思うんです。で、これは別に僕がこんな、なんかここでわざわざ言わなくても、例えばコーチングを学びます、ファシリテーションを学びますとかいう時に、例えば本を開けば、大体第一章にですね、そのマインド的なものっていうのはの重要性みたいなものが書かれているんですね。ところが、こう多くのビジネスマンが使うことにですね、意識が向きすぎてですね、そのマインドすっ飛ばして、すぐその基本スキル、応用スキルみたいな、どう振る舞うかのスキルの方に走っちゃっているというパターンがですね、よく見られるんですね。で、ファシリテーターの方なんかで、いわゆるそのファシリテーションのいわゆるスキルの部分だけに、振ってしまうと、結果ね、振る舞いとしてはファシリテーションを、できている風なんだけども、その場に参加しているみんながですね、いい思いをしないというか、ファシリテーションされている、なんか奴隷化されているみたいな状態になってしまって、全然結果、言ってることわかりますかね、すごく上手に、進行ができているというか、上手にファシリテートできているんだけども、参加している人たちが進行されている状態というか、みんなで一つの、場を作っている感じにならないと、これはやっぱりね、マインドが欠如した人間がね、やるとそうなるということだと思うんですね。コーチングなんかもそうですよね。ゴールにね、導くというか、ゴールを見つけるお手伝いをするみたいな時にですね、なんかその質問のスキルばっかりとか、傾聴のスキルばっかりに走ってしまって、うさんくさいコーチみたいな人がね、世の中にはいっぱいいますけども、本当にね、すごいコーチとかすごいファシリテーターの方は、まずね、やっぱマインドがね、優れてるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、これは一番ね、目に見えないものだし、なんていうのかな、そのこう理屈で語れない部分だとは思うので、難しいですよねと思うんですけども、やっぱりあくまでそのね、対人間のスキルっていうのは土台にね、マインドっていうのがあるよねっていうことなんですね。もう一歩間違えば、素晴らしいマインドがあれば、スキルが多少ねおろそかであろうと通用するみたいなところがあるぐらいですね、その人間対人間の部分っていうのは、マインドが重要だよねと思うんです。で、ところがですね、そのマインドを身につけましょうって言うと、急に抽象的になってしまって、難しいよねと、そのこういうマインドが大事なんだよねってのは分かったけども、どうやってそれ身につければいいんだろうみたいな時に、実はね、習慣を作っていくってことが大事だったりするんじゃないかなと、僕は思っています。というのも、ビーガンについて一回お話しする機会があって、僕全然その食に関心がないのでよく分かんないかったんですけども、ビーガンの方とか、ビーガンに興味がある方とか、元ビーガンの方とか、いろんな方が集まってお話をしたんですが、もともとアトピーがひどくて、健康のためにというか、ために、そのビーガン食を始めたんだけども、それがだんだんビーガン的な思想になってきたと、いわゆる動物愛護的な、観点にすごくが強くなってしまってみたいな、もともとその
夫のアトピーが気になってね、ビーガン食に家族で変えたんだけども、夫の思想までビーガンになってしまって離婚したみたいなお話を聞いたりとかしてですね、なんていうのかな、いわゆる習慣がマインドを作る、まあ、このまま思想だと言えますけども、イデオロギーと言えると思うんですけども、習慣がそういった思想を作っていく、マインドを作っていくっていう、事例としてですね、結構なんだろう、衝撃的だったんですね。で、まあ、確かに言われてみれば、まあ、僕はビーガンではないんですけども、毎日ノートにね記事を書き続けてもう1年半ぐらいになるんですが、確かにこの1年半で僕の性格というか考え方としては、やっぱり物事をこう考える方向により進んでいるというか、日々にやっぱり文章を書く、エッセイを書くっていうと、いろんな対象についてちょっと自分なりの視点で掘り下げてみるっていう癖がつきますよね。で、それがただの習慣だと思ってたんですけども、もうマインドとしてですね、そういう掘り下げないと気が済まないような人格にまでなってきているというような感じがします。なので実はこの習慣がマインドを作ると、でそのマインドの土台の上に、じゃあそれをこう体現するためにスキルが必要だよねっていう順番なのかなと思っています。はい。なので何かスキルを身につけたいなっていう時には、もしかするとですね、すぐにスキルどう振る舞えばいいかっていうことを学ぶのではなくて、やっぱりマインドを身につけなきゃいけないと思うし、そのマインドから逆算した習慣作りをするってことが大事なんじゃないかなというふうに思ったりするわけでございます。でそうこうしてるとですね、たまたま参加した読書会で紹介されてた本で、複利で伸びる一つの習慣っていう、結構まあベストセラーなんですけども、まあ僕その本知らなくて、その回の後にこの本を買ってですね、読んで、まだ読み終わってないんですが、読んでいる途中なんですけども、まあ、同じようなことが書かれていて、なりたい自分とか、そのアイデンティティから逆算して習慣を作っていくといいよみたいなことが書かれてて、まあ、まさにそういうことなのかなというふうに思いました。で、まあね、そのファシリテーションという人、ファシリテーターという人格ではないけども、まあ、ファシリテートするための、大事なマインドというのはあると思いますので、その手前のね、習慣、ファシリテーターとして必要なマインドを作るための習慣を身につけるみたいな、ちょっと回りくどいですけども、そういったものを身につけていかないと本質的にファシリテーションできないし、まあ、ファシリテーション言ってますけども、別にそれに限らず、あらゆるヒューマンスキルはそういうもんなんじゃないかなというふうに僕は思っています。まあ、スキルもね、まあ、簿記にもね、必要な習慣とか簿記に必要なマインドはそんなないと思いますけども、その人間が関わるものについてはですね、やっぱりマインドありきだと僕は思いますので、そのために習慣から始めてみるということは、実は遠回りのようでいて近道であるというお話でございました。これから何かスキルを身につけたいとか、まあ、もっと言うとこういう自分でありたいみたいなものがある人はですね、スキルではなくて、習慣であるということをですね、改めて考えてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。